小泉一真の。こいーちゃん！ということで始まりました。小泉一真トークチャンネル小いちゃんです。私、長野市議会議員小泉一真が今日もお送りいたします。でね。今日はなんと市議会議員2期目もなんとか当選しました。スペシャルということで。 お送りさせてていいたただきたいと思ってます今日のこいちゃんでね、今日ははい、すいません。タイトル。投票率落ちてごめんなさいということでございまして。あの、投票率がね、落ちちゃいましてね。なんと、46.32%、これ4年前。2011年。そして今回。 42.09%ということで4%も落ちてしまいました。これはひとえに政治の責任でございますと小泉一真は自覚しております。本当に有権者の皆様、不甲斐ない市議会、不甲斐ない候補でございまして、本当にごめんなさい。でね、あの、あその前にね、ちょっとこれだけ、これだけ最初に見せとかないといけないんで、まあ、これがね、あの、みんな選挙やるとき、これを目指して戦っております。これがあの 選挙のね当選証書っていうやつでございましてあのー、9月16日付でねもらいましたありがとうございます皆さん本当に皆様のおかげでございます小泉一真2期目も頑張りますでねそうなんですけれどもこれねあのー、本当にねまあ市議会への関心がきちんとね皆様の関心を引きつけることができなかったその結果として投票率が落ちちゃった。 それ本当に反省しなければいけない我々政治家ねこれでも政治家の端くらいですでそうではあるんだけれどもねで有権者の皆様からそう言われる分にはそういうご批判感受しますしこれはいけなかったなと思う小泉一馬でありますまあ小泉もね一生懸命やりましてなんかあのー、安保関連法案のことではね 公明党とツイッターでバトルして、で、それが毎日新聞の記事になって5日付のね、長野版に載ったなんてそういうこともあって、一生懸命盛り上げよう、盛り上げたっていうことも一定程度は小泉一馬個人としてはやりたと思うんですけれども、まあそれにしてもね、限界があったということでございます。本当に残念です。で、だけどね、政治の責任、候補の責任、その通りなんですけれども、 ただ、一つだけ、そういうふうに言われると、ちょっと、えそうなのって思っちゃう相手があります。政治の責任。それはね、政治の責任って言われて、ちょっとムカつく、ムカつくじゃないね。ちょっと、うーんって思うのは、誰かっていうとね、選挙管理委員会です。この場合はね、長野市の選挙管理委員会。 で、なんで小泉がそう思うかっていうとね例えばねこれ今回のことじゃないんですけども2012年かなあたりであのー、選挙のね投票所を減らしたことがあったんですよ特に旧町村部ね合併前の町村部において投票所をちょっとね減らしちゃったことがあるんですで小泉その時ね選挙管理委員会に聞いたんですよ こうやってあの投票率がね、だんだんだん落ちてきちゃっている現況下で、そうやって投票所さん、あの、減らしちゃったりすれば、さらに投票率の低下に拍車かけるんじゃないんですかどう考えてるんですか選挙委員会、選挙管理委員会さん聞いたんです。そしたらね、答えは、しょうがないと思いますあっさり返されて、え、しょうがないのそれって思ったことがあります。まあ、それもそうだし、で、今回もね、 あのこの当選証書をもらった時にこの,、ね、この方藤沢さんというのは選挙管理委員会委員長さんです基本的には尊敬してますよ基本的には尊敬してるけどそれ一人一人ねこの当選証書をお渡しいただいた後でその委員長さんがご挨拶なさったその時にね投票率がまた落ちてしまいました議員の皆さん政治を引きつける努力をしてくださいねみたいなことを言われて。 あのお前らのせいだよって言われたわけじゃないけれどもちょっとそれもねカチカチってきたんです。っていうのはね一義的には議会の責任政治家の責任候補者の責任だけれども戦艦の責任っていうとこだってあるじゃないちょこっとねちょこっとですよ二次的には。っていうのはねこれお見積り書ってこれありますけどまあこれはね細かいから映さなくてもいいです。これ何のお見積書かっていうとね金額は。 あ金額だけで移してくるこれ、これね。これ、299万9600円でありますよ。これ何かっていうと、選挙管理委員会がね、今回の市議会議員選挙にかけた選挙啓発のお金です。まあ、ざっくり300万円ですよね。300万円、選挙啓発、投票行きましょうよ、皆さんって。選挙管理委員会は、ほんだけお金で300万円、もちろん税金、投じて、 キャンンペーンやったんですってことはねその300万円の事業効果が現れなかった分についてはですよそれはどのくらいか分かんないけれども戦艦さんだってちょっとはね自覚していただきたいなっていうのが小泉一馬の思うところでございますこれで、ね、ちょっとねいろいろねポロポロしてきちゃいますけどでこれがねじゃあ何やったんですか戦艦さんって言うとこれがそうなんですよ でね、いっぱいやって新米にね、広告打って、週刊なナウ流し見新聞、ヤフープライム、な、え、な、ー、ていと、今回特にね、このグランドシネマズって、これは去年じゃね前回からもやってんですけどね、あのー、映画館でも選挙啓発のコマーシャル流したような、一生懸命やってます。一生懸命やってるのは認めます。で、300万円かけて、やったことが悪いとは言わない。悪いとは言わないけれども、行政とか政治ってどれです 結果責任じゃないですか一生懸命やったそりゃ認めるけれども結果が伴っているんですかねっていうところですよ。でねあの小泉が思うにねその投票率の低下ってのはこれもしかするとね、うん、なんか今後だん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 落ちていって歯止めがかからないある程度はねある程度はねその時々でなんか例えば前回だったらあの第一庁者の建て替えとかね その時々でこう盛り上がるイシューはあるかもしれないけれども長期的には停泊していっちゃってっちゃうっていうのはこれね政治がいくら頑張ってもねそういう傾向として現れている以上トレンドをね元に戻すっていうのはねちょっとしな難だと思いますはっきり言って小泉一真の見解ですけどでね、あのー、何かやんなきゃいけない例えばねいろいろ世界には国があってその国の中には 先進国でもう中に踏まえてまてすよ投票するっていうのは国民として有権者としての義務であるそういうスタンスを取っている国も中にはあります有名なのはオーストラリアねあの投票行かないと、まあ、10ドルだか20ドルだかオーストラリアドルで罰金行かなかったねちょうだいそういうふうになるところそういうことをやってる国もあるんですよね であのこれねググるとね結構出てきます皆様もググって見てくださいでそういうね投票義務投票制っていうんだそうですで義務投票制っていうのを検討するっていうのも一つありなのかなって小泉なんかね率直に思いますだよねそれに対してはやっぱり批判っていうのもあってちょっと待ってください投票の自由っていうのがあるじゃないですか で投票の自由っていうのは誰に投票するっていう自由でもあるけれども投票を俺は行きたくないってそういう自由だって含まれてんじゃないのまあそういうことをねおっしゃる方もいる。でもちろん一方ではねその民主主義国家においてねだん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 投票率が下がってってそれで結果としてねその例えば今回ね42%ですよ42%の有権者が選んだ方々が あの議会で政治を行っていくことについて民主的な正当性は問われるよねっていうそういう意見もありますよね。でね小泉が考えるにだからね義務投票制に近い制度がいいんじゃないかなってどういうことかっていうと義務投票制だと投票行かないと罰則がねやっぱり考えなきゃいけない罰金とかね次の選挙権停止とかやってる国はあります。だから小泉が主に、ね、逆 投票行ったらなんかメリットがね本当に非常に俗っぽい話ですけど何か物質的なメリットがあればいいんじゃないかなっていうことをちょっと考えたりしますよね。でこれねあのこれもググってもらうといっぱい出てくるけれどもあの、ね、一時期日本でもね流行ったことがあって選挙セールっていうのがね流行ったことあるんですよね。で選挙に で投票してその流れでお買い物するとじゃあ割引しますよみたいなそういう取り組みやってたことって、ね、日本に入ったことあるんですよ。であの早稲田商店街なんかね小泉も視察行ったことがあって大変面白い話聞いてきてその時はね国政選挙だったけどあの実際ねそれによって投票率上がったかなっていうそういうデータもね取れたらしいです。面白いですすよねたただ、ねそのね、だから投票に行っっことをじゃあどうやって証明するんだ 問題があるんですよでねそれあの、まあ、これもねすいませんねマイク蹴飛ばしちゃいましたねこういうものがねありましてねどういうふうに向すればいいかこ,こうでいくこうこんな感じねこんな感じねこういうものをね作っている自治体っていうのもあるんですよこれね e ージー w o r k s 0 3っていう <laughs> ブログから引用してますけれども これが、ね、選挙の投票済み証っていうね投票行ってきたよって証明になるまあ、切符っていうかチケットっていうか紙切れっていうかこういうのちょうだいよっていうと、はいよって言ってくれるそんな自治体もあるらしいですでこれを持ってって15%引きとかねそういう選挙セールっていう取り組みが結構ねやられたことがありますでね小泉もねこれやってほしいなって思って あのー、選挙行って、ね、投票して投票済み書をくださいっつったらうちはありませんって長野市議会,長野市,議会は、ね、長野市選管は作ってねえんだってそれでね、あのー、聞きもしないのにね追い打ちが来てねいやそれはね作るっていうのは別に法律で決まってないからうちはそんな運用してませんとからね本当は丁寧な、あのー、説明はついてきましたけどそれもちょっとムカつきましたけどねだから長野市はねできないんですよ選挙制度ちゃんと選管がね あのそういう投票済み証をや発行しましょうみたいなことをやってくれればいいんだけどさいけないんですってだけどねやってほしいですよねじゃあどうするかって言って小泉昔から言ってることはねじゃあ投票行って出口から出てきますよねそこでじゃあ抽選とかどうなのってガラポンガラガラガラって福引き大当たりえこれいいんじゃない ね、あの投票に行く行かないは自由だしで先ほどのね批判もクリアできますよねでしかもですよ財源上どうするのって財源あるんですよさっき見せましたよこれ,これ,これ,これ300万299万9600円299万9600円あったねかなり豪華なね福引きできますよね で、例えばなんか今、ハワイの、ちょっと調べたら、ハワイなんかね、ワイキキに5泊して、まあ 9, 9万とかね、10万とか、そのぐらいでできちゃうんですって、今、そういう世の中なら、いや、だってそしたら30本出ますよね、ハワイで。選挙に行ってハワイに行こうみたいな。いや、それはじゃあ、ふざけすぎだって言うんならね、例えば、じゃあ、なんですか、小泉オレンジだから、オレンジつながりで言うわけじゃないけれども、パルセーロのね、グッズどうぞとか、 パルセーロの、あのー、ホームゲームの年間のシートの権利、選挙に行って、実際投票した中から差し上げますみたいなことをやれば、それで、ね、パルセーロだって助かりますよね。あ、今ちょっと思いつきで言ったけど、いいこれ結構いい考えですよね。パルセーロだってあの、財政的に支援になるし、それで、スポンサーの場合、長野市選挙管理委員会なんてあそこに、 出てればそれだけでテレビだって映り込んだりするしそれだって宣伝になるしでパルセーロの認知も広がるし選挙の認知も広がるし選挙に実際に行く人が増えればねこれいいですよねこれちょっと提案したいけどもどうやってやらないかちょっとよくわかんないんでまあだけどねことほどさようにね考えればアイディアっていうのは出てくるんですよ選挙管理委員会さんだってできることねあるはずなんです。でそういういこともやってから 小泉お前どう考えてるんだどうやってこの投票率回復させるのかそういうご批判していただきたいというのが今回のテーマ別にね決して政治だけの責任じゃないってことを強調したいんじゃないんですよだけど政治がね頑張って頑張りきれないことも本当にあるんだよってことを皆さん理解していただきたいそれでねあのみんなで、ね、投票率上げるっていうことを 考えていきましょう。なあこれもね、皆さん今後皆さんも考えていっていただきたいと思います。どうかお願いします。小泉一馬、今後も頑張っていきます。